橋、うん、前かわして山田、山田勝負を仕掛ける。乾がドリブルで運びます。スルーパス加藤、大島、立花だ。いいよ、届けば小林、また抜いてパトリック囲む勝負。背後にはスペースができますので、はい、まあ、そういったところよく分かってボールを運べているようには見えますよね。ショルツ来た、おここまで来た、おーどうかな、どよめきました埼玉スタジアム。それともフロンターレ踏ん張るか、飛ばしたマキノ、もう一度折り返す、なんかヘディングは止めた、滑ったマキノ、低いボールできた、抜けていく、そして押し込んだ、伊藤敦樹押し込みました。セットプレーから先制点は浦和レッズです。まあね、ロドリゲス、おっと小泉のボールを奪って長井が行く、ルーズボールに阿部、いやよく戻ってきましたね、ショルツですかね、絞ってきましたショルツ。5人目も入ってきた、ヘッドはどうか、ショルツオフサイドディレイか、オープンをかわして花見の対応、打っていく、パトリック、開けてきた、ここでパトリック、ここの競り合いの中で、はい、まあ、相手に当たったんで、川崎がダミアンが懸命に追いかけて方向付けしました。引っ掛けてショルツのパス、ショルツは浮き球で逆側まで持ってきました。はい、平野、平野、ダミアンの追い回し、追い回し、ショルツ運ぶ、これがショルツの運び、山中はいいクロスがあります。アレクサンダー・ショルツ、ショルツ運びます、お抜いていった、ショルツワンタッチありました、ここからだと思いますね。そのあたりは前節の反省も踏まえてっていうのはあるのかもしれませんけど、そうですね、一番後ろから組み立て直します。ショルツ、ショルツ自ら行く、ショルツが自ら行って小泉、そしてショルツ、ショルツ行く、ショルツが行く、ショルツ自分で割って入ってきます。さあ今柴田もいます、インスイング入ってきて折り返してシュート、1点を返した、ショルツ刺した、フリック、本職はセンターバックです。サビのボールを入れます、前作が浮いてるので、まあ、起点ができた時にありますよね、それだけ使えるスペースも少し低くなっているというのもありますよね。そうですね、下がってきました、ショルツを使う、左山中が上がる、そちらを使っていく、裏取った、粘ってキープした芝子、ショルツダイレクトチャンス、ヘディング伊藤敦樹、長い渡辺、パトリックを走らせたショルツ、最後一足出ました、でその後もう一回追う、いやいい対応ですね、ショルツサインはショルツ、ショルツショルツがついていきます、おーボールを奪って大きな拍手です、そのまま運んでいく、そして斜める動きの前田大然をついていきました、ショルツです、大きな拍手、コーナーキックになります、いやでも狭いとこ通しますね、